な。分からんけど。じゃあ、つなちゃんね、その、あるじゃん、その、事実ね、できたら嬉しいし、前は。そう。だから、うん。ダイエットして、仕事見つけて、そっから私、あの、動くわ。動くわ。うん。誠司さんとデート編まだ私前動きます絶対つなげるわそこまでやってくれたらつなちゃんがまるちゃんって誠司さんと仲良 いや仲良いとかないけどあの説得するよもうそこまでやってくれたら私説得するうんだからつなちゃん頑張ってほしい応援してくれるうんありがとういや応援してくれるよありがとうあウイタンからのやつありがとうございますアミさんありがとう応援するよってあれを褒めたもうそこまでまあ動いちゃったら私もうやるわ前を動くうんもちろんやりますあウイタンからナイスありがとうございますツナならできるよってありがとう空気だったんや、うん、ちょっと測らせてもらったんだけど、うん、あれ壊れてないよね壊れてないよ54キロだったそれはどうなの54痩せたんじゃない痩せてたなんか布の上でやったとかない違うあちゃんと硬い床の上でえじゃあそのままやで痩せたんじゃないじゃあおかしいけどねえ働くんだったら Uber Eats 仕事のことは配信以外にちょっと相談したい。まあ、でもウーバーいいと思うけどね。3桁の、ね、月収の人とかいるよ。すごいよね。まえちゃんの知り合いで。そう。見ようかな。うん、いいと思うよ。あ、93ナイスありがとうございます。あれ、これ炎上なってない。私の友達も副業で50万稼いだって。すごいね。でも相当だから。あ、すごい、ありがとうございます。ウイタンからのやつ、ありがとう。ありがとうございます。でも場所によるかも。だからその都心とかじゃない、新宿とか渋谷。ね。ウーバー真剣にやったらめっちゃ稼げるよ。うん、まあ、でも3桁稼いでる人がいるからね。あ、雨の日、そうだね。天気が悪い時。いいんじゃない？なんか私さ、ね、ブリタンって知ってる？あの元ニコ生のブリタンって知ってる？なんかちょっと似てないブリタンにこの配信の絵面的にブリタンにめっちゃ似てるわねえ分かるでしょ？ブリタンみたいブリタン懐かしいね思い出した自分の顔見て思い出した今コーラ一気飲みしてゲップしてるブリタンねありがとうナイスあー110ナイスありがとうございますありがとうありがとうまーゆーあーひーちゃんありがとうハッピーハロウィーンありがとうございますひちゃん起きてたんだねありがとう助かりますいや、やすおちゃんはね、見てなかったなめめろちゃんかなやっぱ見てたのって、あの時ね、待って私にあの誰か困ってるよっていうコメントやめてほしい私そんな助けられるほどの身分じゃないし私が助けてほしいんだから、うん、私も困ってる別に言うてそんな身分じゃないむしろそう助けてほしい助けてよ私のことそうだよね なんでそんなねウイタン助けて王子助けてね、ゼロワン助けてトシ君助けてそんな身分じゃないよ私
みんな大変だから、生きることに。私だって必死だよ。必死だけど、いや必死でしょ。別にプラチナプラスなわけでもないし、すごいなって思う。月にさ、何回もイベント出てね、応援してくれてる人がいるってすごいなって。定期ありがとう。いや、総理とね、仲直りしてないからツイートしたの。キャンプ誰か行きませんかって。いや、知らんけど。くるちゃんとたつるちゃんがさ、コラボするじゃん。どんな会話するんだろうね。くるちゃんとたつるちゃんコラボするらしいわ、した。何喋るのらしいよ。何を喋るの、あの二人が。私、中村くんと兄弟だよ。ふんふんふんって。なんか、ふんふんふんって言わない？タトルちゃん。ふんふん。変わってるよね。まゆちゃん、つなちゃん、ありがとう。みーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。ハッピーハロウィーン。ありがとう。ふっふん。8個目ありがとうございます。ちょっとトイレ行って。こんにちは、ありがとう。まごろだけめげ、これで2巻、もう今日これで終わり、これで終わりです。よいしょ。これ飲み切るまでに200ナイス行きたいな。ディズニーランド行きたくなっちゃう。いやもう私お酒よ、弱い、弱くなった。だってこれ 7% だよ、 7%。 王子もめんどくさいキャラだわ。キャス王子枠見てみ。なんで私配信しながら王子の枠見張らないといけないの。もう好きに、まあ、それは知らん。まあ、でもね、王子ってね、あのメンヘラ時代が好きだから多分ね。なんて言うんだろうな、自分のことを好きで好きで仕方ない人が。あ、ありがとう。つなちゃんも配信して頑張ってね、だって。ありがとう。ハッピーハロウィーン、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うん、うん、まあでもいいんじゃない、その別に配信じゃなくてもね。ウーバーとかでもいいんじゃない。ひーちゃんありがとうね。今ちょっとよかったら応援してください、イベントね。このハロウィンイベント、なんだかんだ起きてるんだね、この時間の平日でも。迷惑かけなってか、弱くなった、マジで弱くなった。お酒本当に弱くなった。マユの家ってここ以外に部屋いくつ、あと1、あの寝室がある。だけどさっきね、寝室でやってたんだよ、このタイトルのサムネ。でもやっぱね、できない。つなちゃんが ここで寝てたから寝室でやりたかったんだけどね、ちょ電波が悪くてできないみたい。ふぅ、酔っちゃった。つなちゃん、つなちゃん大丈夫、大丈夫、え、ちょ、泣いてるのかな。でも顔よく見て、大丈夫かな。全然泣いてない。ほんと、口の上でした。あ、ほんと、神は、え、その中にいるやろ。いない、いないよ。ほんとに、
あ、じゃあ寝室にいるんだわ。寝室行くんだ。ハニーちゃん寝室が好きなんだよ。たまにいなくなるのどこ行ったんだろう。そうそうそう、あのうちらがここにいても、うん、寝室あのね、初めてハニーちゃんがこの家多分今まで生きた中で一番気に入ってるのが寝室に行くんだよ。あ、そうなの。今までだとなんか誰かがいるとこにしゃーなしいるんだけど、もう一人で、もう一人で生活してる。そう。あ、130ナイス、ありがとうございます。いや、つなちゃんはつなちゃんで、つなちゃんの世界があるんだって今。そんな言わなくていいよ。すぐ世界に入るから、ね。うん。ね、ハニーちゃんもそうだしね。で、ハニーちゃんも寝室がすごい好きなの。で、一緒にいないと、ああなんかかわいそうとか言われるのも結構ストレスだしね。めいちゃん大好き、ありがとう。いいよ、横行くよ。あ、いいよ、全然平気平気、大丈夫だよ。気にしなくていいよ。し、LINE で深夜中に怒られたの？全く怒られてないんだけど。なんかまた何、やっちょくんってなんか変な、なんか意味わからんこと行動してんの？やめて。むしろ返してないんだけど。やめてください。無線LANの中継使えば。中継は買ったんだけどね。ただそのなんかやり方が分かんなくて、ちょっと友達に頼んでみる。寝室でも配信したいもん。でむしろ今日寝室で配信したかったんだけど。ありがとうございます。皆さんナイスお願いします。右下拍手ボタン、右下拍手ボタンをポチッと押すとオレンジ色になるから、この拍手ボタンがそのままにしてもらってお願いします。あの、ね、ネトプリスナーさんもいるんであればお願いします。あのツイキャスリスナーさんわかんないもんね、もしここにいたらさ。ナイスポチ、ありがとうね。あ、コナさんもありがとう。あ、ヨチアスニさん、ヨツチアンさんもありがとう。ネットプリスナさんは王子の配信見てるでしょう。なんでヨーコにナイスやらせたんだろうね。なんでなんだろう。ネットプリのコメ欄暴言ばっかりでつまらん。いやでもなんかそれが逆に面白いんじゃない。なんかファンチみたいな感じで。いやーなんかね、このタイミングでナイスやらせる感じもね、多分私のこと嫌いだから当てつきしたかったんじゃない。まゆちゃんしっかりした子だね。そうかな。 そんなことないです。そうです。皆さんの無料拍手ボタンが私の来月のあの韓国配信のお金につながります。ありがとうございます。ありがとう。あ、144ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。連れていくのか。いや、連れてかないよ。あの、すなちゃんにはハニーちゃんの面倒見てもらって、その間。あ、初コメありがとう。来月整形しようと思ってて、その前に11月8日にちょっとキャンプ配信したいからね。ちょっと誰かいないかな、車持ちの配信者。レンタカーでもいいや。このふてぶてしい態度で数十日間配信手伝ったのにって言われる運命。はい、いやいやいや、あ、田中さんとかありだよ。めちゃくちゃありです。あ、ひどんなさんとか、いやわかんないよ、絡んでくれるかわかんないよ。でも楽しそうだね、ひどんなさんとか来てくれたらね。ひどんなさんいいね。ただ私そんなわかんない、来てくれるかな、来てくれないんじゃない。でりんちゃんお酒飲むからさ、お酒飲まない人でも配信者で、ほんで女だけで配信もありだよ、全然あり。てか私本当だったらなんか女性配信者みんなで集まって運動会とかしたい。楽しそう、その方が。コブダイみたいな小芝居じゃないって、
消えろ。もう NG にしようかな。新たな 201NG ワード。どんだけ私増やせばいいの NG ワード。いや、しようっていうか多すぎちゃってうるさいんだよね。別に私女性配信者、運転免許者あるけど愛中しか意味そう、お酒飲んだら意味ないんだよ。飲んでほしくないんだよ。マジでもうよくわかったね、195さん。まゆちゃん、コブダイって NG ワードにしてほしいな。見てて嫌な気持ちになる。なんかコブダイっておでこね。そんなね、やばい私の。別にそんなボコってしてなくない？なんでおでこそんな言われなきゃいけないの？じゃあへこんでたらいいの？じゃあ何も入れてないし、あの人工もないからね、私のおでこガチだから。なんでそんなバカにされなきゃいけないの？お前のじゃあおでこそんなに、なんそんなにっていうか、そんな綺麗なの？私のおでこが整形してるってこと？じゃあなんで私この前髪で隠してんの？別に自分のおでこに自信ないからだよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。ハート花火フォローしますね。最近の目好きになった、ありがとう。アンチに聞くからっていうか、いや結構ねスルーしてたよ。なんかもうしつこいなって思って、あまりにもしつこいんだよ。なぜそんなバカにされなきゃいけないの？お前に私のおてこがそんな迷惑かけましたか？しつこい、しつこいです。うん、なんか別になんかね、王子がコブダイって言ったから、いやその前からなんかね、コブダイコブダイってよく言われてたけど、まあしつこいかなあ。そうなんだ、私以外でも言われてる人がいるんだね。いや別にね、王子はいい人だけどね、あの別にいい人だよ、あの人。そんな根はすごくいい人ってか優しいよ。ただそのそうだね、だから人の容姿とかに文句つける人が気持ち悪いってこと。気持ち悪い。眠くなってきちゃったよ。ヌリピーちゃんと寝てる？大丈夫？私ヌリピーのこと心配してる話があって、あのヌリピーがねあのミーコの枠でさ、ミーコが枠やってた時に、あのナイスを辞退してるにもかかわらず、ずっとノリピンがミーコちゃんの枠でナイスポチナイスポチってコメントしてたの聞いてすごい心配になってる。で、ナイスやってないのにもかかわらずあのミーコちゃん、マユと仲良くしてくれてありがとう、ナイスポチナイスポチってね、ノリピンやってるらしくて、私ノリピンともう話したんだけど、なんかもうナイスポチってコメントしすぎちゃって、もうあの筋肉痛で手がもうおかしくなっちゃってるらしくて、ノリピーさん大丈夫かな？ノリピーちゃん大丈夫かな？いやバカにしてないよ。それぐらい私のことを大好きで、そのあ本当大丈夫かな、あよかった、ありがとう、いつもナイスポチってね、あのやってくれてるコメントでやっぱ違うからね、ナイスの笛が。そうだけど、あのミーコちゃんはナイスやってないから、あのナイス辞退してるからね。ありがとね、いつも ありがとう、ナイスポチ38号さんね。ノリピーちゃんのありがたいんだよ、めちゃくちゃ助かってます。王子いなくてナイスも苦戦するね。いや
まあちょっとね、楽すぎたのもあるけど、あとは自分の頑張り次第だよ。でもちょっとナイスの3期って21日から始まるから、まあそれまではちょっといいのかな、なんかこうサボるわけじゃないけどさ、楽にやってもいいのかな。ジジイブーストはもう相当もらったよ、相当もらいましたよ。いや王子助けないし、ツナちゃん助けちゃったから。あーそう、ハロウィンの歌ってなんかあるかい。ハロウィンの歌なんかあるかい。あーやっぱ決まったぜ。前に工藤静香の歌歌って一晩中泣いて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 、生きるようは言えません。分かったのに、右下のアイスボタンお願いします。あ、ほんと？ごめんね、気をつけますね。あー、あ、ほんとに？ウイタンからナイスありがとうございます。いや、もう結構眠くなってきちゃった。私、皆さん最後にアイスボタンお願いします。最後に、いいんだよ、つなちゃん配信したかったのに。もう聞こえてないね。大丈夫です、ありがとうございます。160ナイスありがとうございます。40ナイス行かないのか行くのかどっちなのかい。ペルーシャ猫は逃したっていうか話した、逃したっていうか話したが正解かな。ケーキありがとう、いちごさん。延長だって、延長つってもさ、もうダメじゃん、もう誰も見てないじゃん、私のことなんて。必要ともされてない、私なんてゴミだから。ゴミだしナイスも増えないしね。ナイスが200ナイス行くんだったらね、やりますけど、別に増えるわけでもないし、増えないじゃん、もう酔ってきたし、増えてないし、増えてないよ。全然増えてません。でもどっちみち前も酔っ払ってますね。また明日やろうかなって感じ。美人だけど面白い、可愛いとも言われないし、王子甘いといる時がおもろかった。いや、それどうだろうね、言われなかったよ。王子といる時に面白かったってコメント全然なかったよ。ただ安牌なんじゃない、安牌だっただけ。ゆうさんありがとう。あと30ナイスお願いします。右下拍手ボタンお願いします。いや、それはね、違うんだよ、私わかるから。そんなことないよ。いや、面白さじゃなくて、まあ見やすかったんじゃない、じゃあなんか会話してて、別にそんな風には思えない。あと33ナイスお願いします。王子と何か展開がなさそうだね。いや、なんか眉と絡んだ後からだんだんこうずっずっずって下がっていっちゃってるから、大丈夫かな、メンタル、なんか心配になっちゃう。大丈夫かな、大丈夫かな。王子陽子編終わったよ。嘘だ、終わってないよ、大丈夫。
大丈夫っていうか終わってないよ。だって私の推理からすると多分ラムちゃん今本当に切ろうとしてる王子のことをで困惑してんの。行き着くとこラムだったのになんか帰れねえしムムムみたいな。で俺様マユの家に帰ろうと思ったら強制的に出荷されて、それはプライド的に許せねえみたいな。多分私のこと嫌いなんだよ多分ね王子は。勘違いしすぎ。いや勘違いだからモテると思うよ。でもきっとねモテるんだと思いますよ。あ、定期ありがとう。皆さんあと2分で終わるんで最後にあの押してください。あのナイスボタンお願いします。そうだね、従う子が好きだから。で従えないしね、あの好きな男じゃないと従えないから。なんか好きな男じゃないとやっぱ尽くせないかな。めいちゃんとか行く口良くて配信的に、そうだね、配信的に別に良くないし、だったら別にラムちゃんでいいじゃんってなっちゃうんだよ。あ、皆さんありがとうございました。ナイスボタン、あと30ナイスお願いします。もう終わります。私もうおねんねこってタイム。ツナに黒ラベル買ってる、なんでチューハイなんだよ。あのチューハイうちにストックがあるから。見てたのミリコ、どんだけ私のこと好きなの。好きすぎでしょ。また明日も来るね。ありがとう。これさでね、あの自枠するから、あの次枠するから最後に電波悪くなったら終わろうかな。でも多分電波悪くなった。大丈夫。どうした？うん、寝室行くの？うん。一晩中泣いて泣いて、あ、みーこおやすみ。え、待って、やばい、なんかここめちゃくちゃ、はぁ、レンズポチ、ありがとう。めっちゃいい物件じゃん。みきちゃん引っ越そうと思ってんでしょ。ガンガン部屋好き？なんかこのガンガン部屋漏れるんだけど。え、そう思わない？なんか私漏れてない今。ね。漏れてるよね。ね。別人みたい？そんなに変わる？嘘。本当？200ナイス行くかな？可愛いナイスで。可愛いナイスで稼ぎたい。トイレ行ってきて。何が？すなちゃんは起きた、起きちゃった、あっちにいる。私さ、ワンチャンさ、イベントやってないからね、配信できるんだよね。電波弱くなった。じゃあもう、それはもう終わり。もう、ここでもうくるくるってしまうのであれば終わりです。あーもう終わり。本当に？本当？じゃあもう、無理なんじゃない？それ、ちょっと、嘘？アンチ？アンチですか？まゆちゃん一人暮らししてるよ。マジで言ってんの？本当にプツプツしてんの？
無理なんだけども、無理なんだけど、会話が途切れてるっていうのは単純に私が喋ってないからじゃなくて、あ、もみじさん初コメありがとう。あ、本当にプツプツのくるくるでどうしようもなくなったら消します。ハニーちゃん、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 ダンデちゃん、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 ハニーちゃん、ハニーちゃん、ダンデちゃん、ハニーちゃん、ハニーちゃん、ハニー、いいね、ありがとう、ナイスもありがとう、ナイスもありがとう。あー、もうこれダメだわ、電波が本当に悪い、この寝室画面止まる、ダメ、カクカクしすぎる、あーもうダメだ。じゃあ皆さんおやすみなさい、ありがとうございました。私もおねんねタイムするかな、はぁ、最後ナイスボタン押してください、私も寝ます、もう無理、やんじゃ、こんなの耐えられない、寝室でゆっくりみんなで喋りたいだけなのに、なんでこんなみんなカクカクしなきゃいけないのね、おしひどいね、寝室でさみんなでおしゃべりしたいだけなのに。ちなみに私の声は聞こえてるの？どうなの？ハリンと一緒に寝ます。あ、聞こえてるよ、声だけがってことね。じゃあ皆さん、あ、188ナイスありがとうございます。あと12ナイス、あと11ナイスか、え、200ナイスいっちゃうかな、ありがとう、あ、いきそうじゃないですか、あと10ナイスいくんじゃないですか、ありがとうございます、優しい皆さんね、それこそ本当は症候群って病、まあ言うたよ、もう寝ます、もう見えてないよね、動画固まってんでしょ、固まってるよねきっと、うん、ナイスポッチありがとう、あのね、ノリピもありがとうね、あ、待って、戻ったの、映像戻ったの、ああ危な、寝たい、眠たく、どんだけ寝るんだろう、ね、それどこのスポブラン、これね、シーンで買いました、シーンで買いました、止まったり動いたり、うーん、よくないね、あ、ちゃんとこの寝室も設置できるようにするね、ちゃんとます、あ、あと10ナイスお願いします、あと10ナイスお願い、お願い、歯磨きは後でやる、あとで、中逆転治ってないね、1日2回寝てるから、今から寝て